皆様こんにちは。踊り疲れた野菜かちゃんの頭部からスタートです。前回は村人もといおじさんズをお迎えいたしました。今回はいちいち羊の毛を切りに行くのも面倒になってきたので、まずは羊牧場を作ってみたいと思います。それでは今回も張り切って参りましょう。朝になったばかりなので至るところに腐った肉が落ちてますね。これも後々交易の材料になるので集めていきましょう。羊の毛刈り。羊の毛刈りをするにもあそこやここやと、うろうろするのがかなり面倒くさくなってきました。それでは簡単に囲いを作りますね。適当に場所を決めて適当なサイズでコの字を作りましょう。本当に適当だからズレがいっぱい生じる。まあそれも味ということで、後から増やすことを考えると大きめでもいいかなとか考えます。ほらずれた。こんなもんかな。一箇所だけ開けておいて、小麦を持ってきましょう。羊と牛は小麦めがけて走ってきます。なのでできるだけ羊だけを連れてきたいですね。牛が来たら牛肉とかはゲットだぜ。おっともうすでに捕まえました。このようについてきますので、おじさん同様に引き以上連れてきましょう。いましたいました。結構離れた距離でも小麦の匂いを感知しますね。さあ3匹になったところで先ほどのところへ行きましょう。おお羊まっしぐら。ものすごい誘引力です。あれ作ったとこどこだったっけ？あっち側でしたしっけい。奥までぐーっと連れてきたら、餌はやらずに柵を閉じましょう。ひどいわ。ほいこれで羊牧場の完成です。ハサミで刈ると牧場の中に落ちてしまうので、絨毯を柵につけて移動を楽にしましょうね。それではちょっと大型施設作っていきたいと思います。ゴーレムを利用した鉄無限施設になります。完成図としてはこのような形になっていきます。村人がいることでゴーレムが出現するようになり、そのゴーレムを水流でマグマに落として鉄を無限に手に入れるという仕組みになります。では作っていきましょう。まずはラージチェストを一つ作って、後ろの方にしゃがんでホッパーを9つ設置します。ホッパーの上にしゃがんだ状態で、ボタンを9つ設置します。周りを囲うようにガラスを設置して、角のガラスを壊します。一箇所足場を設置しておいて、ガラスで二段目を作ります。二段目が出来上がったら、ど真ん中のボタンに向けてマグマを流し込みます。こうやって間違えて押さないように、ちゃんとしゃがんで流し込みましょう。全体的に行き渡ったら、あと4段ガラスで壁を作ります。ここは処理槽になりますので、作業している間は絶対に落ちないように注意してください。落ちてしまうとマグマに落ちてしまうことになるので、アイテム全ロスト確定です。そしてこのように、高さが6段になったら、村人たちの居住区の作成に入ります。字が汚いのはお許しください。先ほど壊しちゃいましたが別に足場をどこにつけようか迷っていただけなので、一箇所壊して足場をつけたらいいと思います。外に向けてガラスを設置していきます。設置するときに広角ガラスが選択されているのがわかりますか？一番端っこが選択されている状態で ZL を置くと、このように外に向けて設置することができます。私は前置き派なのですが、野菜かちゃんは後ろ置き派で、ここ結構流派が分かれるところですね。では解説に戻りまして、処理槽の4つのガラスから5つずつ伸ばします。戻るときは落ちないように細心の注意を払ってくださいね。各方向に5つずつ伸ばしていきましょう。ガラスを設置し終えたらその間も全てガラスで埋めます。振り返ると足場が燃えていることもありますので気をつけてくださいね。行ったそばから燃えてますね。これ帰り道どうしよう身投げするしかないですね。
では気にせずガラスで埋めていきましょう。なくなったものは仕方ない。6段くらいの高さなんて慣れたもんですよ。地下探索の時に落ちまくった時の、リアルでやーと叫んだ時に比べればこのくらい、お茶の子さいさいな高さです。ガラスが足りなくなったらそのあたりにある土を掘り返して、自動か窓にボンボン掘り込んで、設置している間に焼いていったら効率的ですね。これで全て設置完了しました。次は落ちないように真ん中を囲います。処理槽の周りは4段高さを作ります。ここでガラスが足りなくなってしまって、一旦ふて寝して翌日に、ベッドを作るために羊を狩り木材をかき集めて2時間ほど経過しました。そして高さ4段の囲いができました。ここにベッドを20個設置していくのですが、ベッドの上には食用ブロックを置いていくことになるので、居住区の作成の方に入りましょう。まず処理槽を囲うようにガラスを配置します。2つだけ飛び出すように配置して、両端に2つ追加でガラスを置きます。それを2段作ったら、ベッドを5つ設置します。それを4方向すべて設置します。悔しいかな白で揃えたかったのですが、残念ながら白い羊毛が足りなかったので、黒と灰のベッドが出来上がりました。各色カラフルにしても良さそうですね。ベッドの設置できる場所さえできれば、後でも設置して構いませんので、必ず20個用意しましょう。続きましてガラスを、ベッドの枕の位置の上に置いていきます。こちらもすべて4方向置いていきましょう。このガラスの手前には、食用ブロックを置いていくことになります。一番交換させやすいと思うので、私はコンポスターを20個用意して、すべて農民に就職させることにしました。先ほどのガラスの手前部分に、コンポスター20個設置していきます。設置できたら周りをガラスで囲っていきます。このように角のところに、カッコのようにして目印設置するとつなげやすくなりますよ。ポンポン落ちすぎて向こう側に落ちないように気をつけてくださいね。私はもう数えきれないほど落下しています。一段並べたらわからなくならないように段差をつけておくといいでしょう。これで全て囲うことができました。次は脇層を作っていきます。できれば自動か窓で丸石を大量に焼いておいて、石もしくは滑らかな石にしておきましょう。不透過ブロックというものが大量に必要になります。処理槽の囲いの一番上から、マグマのところは埋めずに周りを囲うように配置します。そこからまた各方向に、不透過ブロックで床を作ります。囲いの位置から、各方向20個ずつ、24×24 のサイズの床を作ります。もちろんここの足場も後で埋めますよ。解説しながら作成しておりますが、もちろんサバイバルモードですので日が沈んだらベッドその場に置いて、寝て埋めて作業して焼けたかどうだか見てみようの繰り返しです。初めっから使う数が分かっていればいいのですが、解説動画を参考にしながら効果効果とやっておりますので、数える余裕などあるわけもありませんでした。ちなみに参考にさせていただいているのは、カルボ&ハンペンさんの、高効率安定性重視アイアンゴーレムトラップの作り方、というページです。めちゃくちゃわかりやすいし、難しいところもしっかりと解説していただいているので、この動画でわからないところはぜひ、そのページを参考になさってください。概要欄にサイトのページも載せておきますね。それでは脇層の作成に戻りましょう。不透過ブロックの一つ外側の位置にガラスを、3段になるように全体に配置します。すべて配置することができましたら、真ん中の穴の開いている位置に、屋根になるようにガラスを配置しましょう。まずは土で仮ブロックを設置して、4段目の高さのところに屋根を設置します。ゴーレムは高さが3段必要なので、4段目に作るようにしましょうね。出来上がったら仮ブロックは撤去します。では今度は水流用の仮ブロックを設置していきましょう。おやいつの間にか、初登場ですみなじいの参戦ですね。皆さんよろしくお願いします。では仮ブロックを中央の位置に設置して、7つ5つ3つ
スト。3列作っていきましょう。このように壁際が7つ、内側に5つ、そのまた内側に3つと作ります。これを2方向作りましょう。みんなティーも応援してくれているようです。そこ落ちないように気をつけてね。各方向出来上がったら、土の仮ブロックで流れの調節用の土を置いていきましょう。このように周りにぐるーっと置いていきます。これを3列になるよう配置しましょう。これも2方向です。このように出来上がりましたら次は水の流れを作っていきましょう。まずは角に1箇所。そして1マス飛ばして流します。あっと間違えて隣に流しました。まあでもこれでも流れていきますので、しっかり流れていれば問題ありません。これを繰り返してここを水で埋めていきましょう。土の置いてある場所にだけ水は配置します。土が置いていないところに水を流すと、水量が多くなってマグマが固まってしまいますので要注意です。さあもうあと少しで水流は完成です。近くに水場がない場合はこうやって水源を確保するといいと思います。間違えて左右から取らないように必ず中央から水を取りましょうね。ようやく水流が完成しました。正しくできていればこの位置で水流はすべてストップするはずです。失敗していたら水が流れ込んで、下にあるマグマが石もしくは黒曜石に変化していると思います。水流が完成したら仮ブロックはすべて撤去しましょう。勢いに任せて壁のガラスを壊さないよう要注意です。流れがきちんとできているかの確認にもなるので、掘った土はそのまま流れに任せてみましょう。このように流れてマグマの処理槽に向かっていくと思います。すべて土を取り終わって出口をガラスで塞いだら、これで施設全体は完成となります。しかしまだ完全体ではありません。肝心要の村人をここに連れてくる必要があります。それではあの村人収容施設の様子を見に行きましょう。まるで監獄のような言い方。首ひもとボートは必須アイテムとなりますね。さあではこんにちは。いかがお過ごしですか？うわぁバッチリこっち見てますね。みんな大人に成長しています。それではボートに2人乗っていただいて、お引っ越し作業と行きたいと思います。1人は乗りましたが、なかなか出てきてくれないので、出口を広げてみましょうね。そして後ろから押し出してみましょう。そら乗れ乗れ。よし乗り込みました。これでここは封鎖しましょう。これもすべてゾンビたちから守るためです。首紐をボートにつけて、上まで引っ張っていきましょう。別れが惜しいのかこちらを向いてくれませんごめんて。あーっとこれはまずいゾンビがいますね。ちょっと勘弁してくださいよ。どっから湧いたんだこいつ。ついでに首紐も持ってましたねあいつゆるさん。さあ気を取り直していきましょう。村人のベッドのところまでは土を積んで階段を作っておきました。これでボートもスルスルっと登ってこれるはず。おーおーおー、予想外にうまくいってびっくりして落ちてしまいました。あともうちょっとでベッド到達ですよ。二人とも食用ブロックに関連付けられて、農民になったようですね。あともうちょっとが登れないなぁ。うわ限界まで下がっていました。足場を伸ばしてみましょう。これでいけるか。いやあの、子供作ってる場合じゃなくて中に入ってもらえませんかね。なかなかうまくいきませんが根性です。もう少し長さを長くしてみましょう。いやもうついでにベリーまで乗ってますよこれ。ダメか。後ろから押したりできませんかね。
あいや殴りました、すみません。ついでに私も上に行けなくなってしまいました。お、ちょっと動きましたね。今度こそ行けるか。これは高さがあったらいけそうな予感。一気に来たー。さあでは中に入っていただいて、早速ガラスで蓋をしたいと思います。まずはガラスで壁を作ってから。ていやいや、おいおい、ツルハシ持ったぞ。これは完全に焦ってますね。良い子の皆さんはおじさんに逃げられる可能性があるので、まずは壁から設置しましょうね。全身でおじさんの逃亡を妨害しています。これでこの二人は確実にここから動けませんので、このまま村人を増やしてもらいましょう。今までいっぱい作ってきた小麦をパンにクラフトして与えると、ベッドの数だけ村人を増やしてくれます。あれからかなりのマイクラ日数が経過して、ここまで人数が増えました。これだけ増えると村と認識されるので、村には猫とゴーレムが発生します。発生した猫とゴーレムはこの上の脇層の部分にポップします。それを水流で流してマグマで焼いてしまおう。そして焼いて出てきたアイテムをホッパーで回収というのがこの鉄無限ゴーレム施設になります。まだ子供がいるのでゴーレムは来ないのかな。今何か通過しましたね。下に回って確認してみましょう。おお、これはゴーレムが焼けています。ゴーレムはランダムでポピーのお花と鉄鬼から5個ドロップします。このように回収できていますね。これは村人が全員就職していて、この施設の中で動いている以上無限に湧いて出てきます。つまり放置していても勝手にゴーレムは焼かれて、鉄がわんさか手に入るようになるってことですね。ああ、さようなら猫ちゃん。たまにしぶとい猫はマグマを燃えながらすり抜けて生き残っています。上に登る足場を作っておくとゴーレムがポップするところが見れますよ。このようにどこからともなく突然出てきます。私は疲れた時にずーっとここで見ていることがあります。大人にはいろいろあるんですよ。順調に燃えているようですし、これでようやく完成といったところでしょうか。それでは今回はここまでとしたいと思います。私は解説があまり上手ではないので、難しくわかりづらいところもあったかもしれません。そんな場合はぜひこの動画を見直してみてください。参考にさせていただいたカルボ&ハンペンさんのブログもどうぞご参考にされてくださいね。わかりやすかったよとか、頑張ったねとか言っていただける方はぜひ高評価で応援よろしくお願いします。まだまだ施設はたくさん作るつもりですので、チャンネル登録の方もお願いいたします。私もしっかり解説できるように頑張ります。それでは皆様、また来週月曜日16時にお会いしましょう。さようなら、またねー。